レイトゥザはいどうも、初音の目にかけます。地球上のすべての等しい生きるものの嫌いもの、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルこちら、ダイダロスザ・アウェイキン・オブ・ゴールデン・ジャズというわけでして、まあ、これのね、体験版ということで今回はねお送りさせていただきたいなと思います。まあ、タイトルだけだとねちょっとねわからないかなと思うんですけど、ご存知の方はね、まあ、自分もそうなんですけど、まあ、なんて言うんでしょうかね、いわゆる推理アドベンチャーの金字塔ともいえる、傑作にして名作、探偵神宮三郎シリーズに連なる、今回のタイトルだということで、一応ですね、この神宮寺、三郎シリーズでもね比較的人気の高い、タイトルで、夢の終わりにだっけな、確かそうだね。ごめんなさいね。だからそれで合ってると思うんですけど、夢の終わりにっていうタイトルがあるんですね。で、これは今回のこのダイダロスっていう、その夢の終わりにの、前日たっていう形でもって描かれてるっていうことなので、まあ、主人公もね、一応神宮寺三郎であるんですが、こちらのダイダロスでは、若き日のね、神宮寺三郎ということで、神宮寺さんこんなにイケメンだったのみたいな、ちょっとね違和感を多少感じることもあるかなと思うんですけど、まあ、自分がなんかね結構神宮寺三郎シリーズは結構遊んでるんで、その夢の終わりにもそうですし、その後の灯火の消え沼にとか、あとイノセントブラックとかね、カインドオブブルーとか結構遊んでるんで、まあ、それ以前の作品もね多少遊んでるんですけど、なのでね今回その神宮寺三郎シリーズの、新タイトルということでこのダイダロス非常にね気にはなってたので、今回体験までね出ていたので、早速ねちょっとどんなもんかやってみたいなと思います。で一応どうしようかな、実況っていうよりも多分これノーマイクでやった方がいいかなと思うので、一応ね今回ノーマイクでねやってみたいなと思います。そうですね、まあいろいろ細かいところはねまたやこれ体験もねやりつつ、いろいろとね試してみたいなと思うので、もしよろしければね最後の最後までしてくださいませ。よろしくお願いします。ではまた後ほど、スイカをバイバイ。サブロー、思考の木を育てろ。大丈夫、俺がついてる。なんだ、この体の痛み。意識を失ってたのか。ここはどこだ。くそ、いや焦るな、落ち着いて思い出せ。おいおい、これは何かの冗談か。何も思い出せないぞ。こんなわけのわからない状況で記憶まで失っちまったのか。どうしてこんなことになってる。ポケットから何か落ちたのか。計
神宮寺、これは思考の木を育てる。あの声、言葉、俺は覚えている。意識を集中させろ。辿るんだ、記憶の断片を。参ったな。どうしたの？どうしたもんかな。なくなったって、泥棒？ん？ああ、なるほどね。なんでそんなにのんきなの？ああ、いいいい。それよりさ、どうって三郎が言うなら電話するぞ。聞かせろよ、三郎の考えをさ。無理だよ。諦めんの早えよ。で、どうなんだ？やってみるよ。そうこなくちゃな。なんだかわかるか？果実？何の話？聞かせてくれ。果実ね。肥料？まあ確かに。ほら、もっと本質的な。太陽かな。まあ確かに。他にもあるだろう。他の要素も必要だ。何が考えられる？どうする？木にかける。いいぞ、正解だ。俺はな、真実を得るために。悪かった。
要はだな。どうだい？つまりだ。だからな。なるほどね。それと観察と会話だな。サブローはどうだろう。それはな、つまりだ、そしてだな、こんなこと、つまりだ、俺にはな。難しいね。そう難しく考えるな。例えばだな、場合によっては、そしてだ、例えばだな、ここでスタンス。さすがだな。相手に合わせるんだ。ただな。どうして？そうだな。ですよ。どうだ？確かに。だろう？でもまあ、他にも、そしてだ、チャンスがあれば使ってみるといい。とまあここまでだ。どうだい？分かった。ありがとうな。それじゃ、思考の木を育てろ。Thank you.
出入りするだよな。ドアはドアと、開けたり閉めたり当たり前だよな。窓だよな。観察っと。本がいっぱい。そうだよな。どうやって中なんだか満足そう。なんか楽しそうだ。からかわれてるのかな。そんなはずはない。ちいちゃんは。そうだろうね。そうなんだ。父さんは、つまりさ、なんでだろう。じいちゃんはどんな時でも俺の味方。誰にでも優しい。日本にいてくれたらそうなればいいのにな。そうね、話してやってもいいが。いいか。誰にも。そうだ。まあどうだ。分かったよ。約束だぞ。分かったよ。そうだ。知ってるか？どうだ？習ったような。でな？ん？呆れたもんだ。まったく。はあ。だから。そしてだ。分かってはいたが、そんで、そしてだ。こんなこと。そして、最後は。
この町は居心地いいしな。そしてだ、わかる気がするよ。そうか。じゃあ頼むぜ。はい、というわけでして、今回ですね、気分良さそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。今回ですね、探偵人類サブローシリーズ最新作、ダイダロス、この体験版ということで、ね、お送りさせていただきました。そうですね、結構そのシステムがね、やっぱり従来のものとは結構ね、革新的っていうか、一番驚いたのがやっぱり360度、カメラを回せるっていうのはやっぱ自分的には結構新鮮で結構驚いたんですけど、なかなか背景が結構ね、アーティスティックな感じがするんで、従来の、ものとはやっぱね、違うんだなっていうのがすごく、今回のこの体験版を通してちょっと分かったような気がしますね。まあ、体験版自体はまだ終わり完結ではないんですけど、まあ、とりあえずね、体験版なので、最後の最後までね、また動画っていう形でもって出していきたいなと思います。で、最後の最後までやってね、製品版を購入するかどうかのね、試作、なんていうんですかね、バロメーターにしたいな、なんていうこともちょっと考えてますね。まあ、冒頭の方でもね、ちょっと触れたんですけど、本当にね、シリーズは割とずっとやってるんで、まあ、こちらの製品版もね、ぜひ購入して、動画っていう形でもってね、出していきたいな、なんていうことはちょっと考えてますね。はい。ナリコのアドベンチャーなので、ゲームの腕前がね、ど下手な自分でもある程度はまず進められるかなと。ただやっぱり推理物なので、ある程度ね、やっぱり理解力っていうのがね、求められるので、理解力もね、自分、本当に自信がないのでね、できるかなっていうところはあるんですけどね。まあ、そこら辺を楽しみながらね、やっていければいいかなと思います。で、自分ですね、これ以外もシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、で、あと不定期なんですが、ニコミ YouTube、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画をアップさせていただくにせよ、必ずあの事前に自分がやらせていただいております、Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄にですね、自分がやらせていただいております。ごめんなさい。各種 SNS のね、URL をリンクっていう形に持って貼らせていただいております。お気の方がお気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にも、こちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回視聴者席前満30万がお送りさせていただきました。ダイダロス、メイキングゴールデンジャルですかね、この体験版、動画の本数的には1本目ですね。はい。これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、こちらの体験版ですね、2本目にて、皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。